お弁当を作ります。無理。あっ。ひなまる弁当。ごきげんよう、山口あゆきです。はい、ということで、ひなまる弁当出来上がりました。なかなかね、大変な過程でありましたけれども、しっかりと作ることができました。いやー、大変やった。梅干しを入れる時が一番大変でしたね。ということで、これだけじゃ皆さんお米と梅干しだけで十分なんですけど、やっぱりちゃんとお弁当を作るところを見ていただかないといけないなと思ったから、ちゃんと作ります茶番は終わりということで、今からお弁当を作っていきたいと思います。ぜひ見てください。レッツゴー。はい、ということで、ここからはあやきボイスでお送りしたいなと思います。今こうして買い物から帰ってきて具材出してシャカシャカシャカと意味のわからない行動をしてさーっとどっかに行くんですよね。よくわからないですね。ということで今まずですね、お米から炊いていこうと思います。私コップ用意してたんですけど、カップや用意してたんですけど、あれやと思ってこの米の中に入っていましたね。あ、驚き。で、乾燥しないようにお米が、丈夫にずっと守られるようにですね、蓋を閉めるんですけど、もともと米は乾燥してますね。真剣な趣で、米を持ってどこへ行くんでしょう。ということで、お米を洗っていきたいと思います。いや、ここの家庭いるっていうことなんですけれども、まあ、シャカシャカ一生懸命やってます。はい、アップで、となんか歌ってますね。でね、ここで秘訣。山口あゆきはね、お米に天然の塩を入れます。踊ってます。ちゃうわ。そして、ポポポポポと入れるんですけど、入れすぎですね。これは入れすぎです。まあでも、大丈夫でしょう。手を使わずに振動で混ぜるっていうのが美味しさの秘訣です。さあ、どこへ行くんでしょうね。はい、お米を炊きます。ということで、アップからの登場なんですが、今からお弁当の具材を切っていきたいなと思います。やっぱり栄養はね、しっかり取らないといけないということでね、首振りながら野菜を切っていきたいなと思います。これ小松菜です。小松菜大好きということで、なんでか知らないんですけど、ヘタを切ってしまったんですね。本来いつもね、ヘタごと、まずさっき茹でるんですけど、ね、ここであれと思って気づいてますね。なんで切ったんやろみたいな。で、まあ一回やってみようかっていうので、すっごい小さい鍋で小松菜を、茹でていきます。寒いんですよね、この部屋。ということでね、電気をつけて、小松菜茹でへんのかいっていうところなんですけれども、今からちょっとウインナーを切っていこうかなと思います。まあ、沸かしてる間はね、有効に時間を使っていかないといけないのでね、ウインナーを出すんですけど、このウインナーなかなか出てこへん。どういうことっていう。ね、穴ちっちゃすぎ、もっとちゃんと切ればと思うんですけど、やっぱりね、一人やったら全部食べきれへんからね、ちょっとずつ使おうと思って、ちっちゃく穴開けたんですよ。腐らんように。それでもノリノリですね。ということで、ウインナーやっと出てきました。かわいいですね。赤ウインナー。赤ウインナー、サムネ用に撮ってますね。はよ、切れよっていうことなんですけども、一瞬レッスンに戻る。はい、ということで、落ちますね。そんなこともお構いなしに、切っていきます。やっぱタコさんウインナーですよね、お弁当は。やっぱタコさんウインナーということで、真剣な面持ちで、切っていくわけです。あ、今、玉ねぎに取り掛かっております。まあ、いっぺんに切っていこうっていう作戦ですね。はい。玉ねぎを切るんですけど、ちょっとウインナー邪魔ですね。あっち行ったりこっち行ったり、本当にばい菌つくねーっていう感じなんですけども、一生懸命切っております。さあ、お湯が沸けましたので、小松菜を急いで入れます。でも皆さん見てください。こっからが本番です。見てください。この小松菜、なかなか入れへん。なかなか入れへん。これ早送りしてますけども、ほんまに20分ぐらいやってんちゃうかってぐらい、ほんまに入れへん。もう最終的にはね、折ってますね。ポキって言いましたね。折ってます。はい。で、茹でましたので、そっからざるにあげたいと思います。すごい、湯気がわー言ってますけども、めっちゃ曇ってますね。火事みたいになってます。ということなんですけど、なんでって言ってるんですけど、まあね、この部屋ね、割とね、涼しめなんですよ。というか寒いんですよ。で、暖房をつけたらいいやんっていうことなんですけど、ちょっと節約しながらね、暖房はつけずにやって、こういうことになってしまいました。ということで今ね、切りすぎた玉ねぎをタッパーに入れてるわけなんですけど、なんかゴミ見つけましたね。ゴミ見つけて捨てて、ちゃんとタッパーに入れて、それを今から冷蔵庫に入れます。うわー、危ない危ない。危ない危ない。おー。ね、カメラがぶっ倒れるとこでしたね。はい。ちゃんとね、視野を広げてお弁当は作っていかないとね、と思います。はい。茹でた、小松菜を握力3000ぐらいで、絞っていきます。するとね、あれと思って、なんか、繊維がぐちゃぐちゃなってるやんってなって、ああ、茹ですぎたな、言ってるんですけど、いえ、全然違います。ヘタを切ったからです。そこから、大いにお湯が入ってしまい、繊維をボロボロにしたのです。これ醤油です。これは何やろな、白だしで砂糖を少し、入れます。ダイエットなので、ちょっとだけペペペペーと入れます。で、笑顔で混ぜていきます。はい、そんなしわくちゃに笑っても可愛くありません。顔が怖い。何ネズミ？何ネズミ？あいた。調子に乗ってると歯が2、3本かけてしまいます。皆さん気をつけてください。小松菜混ぜるとき気をつけて。はい、まず味見です。美味しい。すごく美味しいですね。もうちょっと味見しようかな。あ、そうや、鰹節入れようと思って鰹節入れて、ごまも入れています。いいですね。さあ、ちょっと味見してみたいと思います。はい、味見の量ではありません。もう食事です。美味しい。グッド。はい。ずっと踊っていますが、その辺は無視してください。寒いんで、とりあえず火で温まります。で、ごま油をちょちょちょーと入れて、何これ、玉ねぎをポポポーと入れて、シュシュシューと混ぜます。ここで、解凍した豚肉を入れていきたいと思います。この豚肉ね、絶対美味しいよーということなんですけど、あれ？細切れ違うんかーいと思って、すごい驚いてますね。前は切ってしまおうということで、細かく切って、その間に玉ねぎ焦げましたー。気をですね、左でやって。で、豚肉入れて、野菜を入れて、この野菜100円でした。ということで、鶏ガラ入れて、ニンニクやな。おろしニンニクを入れて混ぜます。ちょっとね、お弁当なんで味濃いめにしてます。で、ちょっと甘みが欲しかったので、みりんを入れました。ちょっと味見します。本当にあたたたたたと言いながら、さっきから9割方味見してますね。はい、ということで、今からちょっと卵焼き焼きたいと思います。いえ、寒すぎて、オリーブオイル凍るっていう事件ですね。凍ってはないか。ちょっとなんかもう固まってましたね。ということで、ちょうど手で見えないですが、オリーブオイルをフライパンに垂らしていきます。あ、卵じゃなかった。ウインナーでしたね。ウインナーを先にやるんですけど、危ない。結構危ない。このウインナーすごい攻撃的。教育直後をしっかり心に抱いてほしいぐらい。おお、危ない。ということで、この危ないウインナーは蓋で、閉じ込めて焼いていきます。ということでね、この蓋の行きどころが本当にどこかわからないということで、ウインナーをしっかり炒めないとね、ダメなんでまたかぶせます。この本当に何度も同じ繰り返しをしているところがちょっと笑けてきます。あ、やっと焼けた。かわいい。あ、かわいい。ウインナー。かわいい。ありがとう。できました。ということで、卵を焼いていきたいと思います。卵。はよ焼いて。ほんまに。もういいって、それ。片手卵割りのプロなんでね、殻なんて一切入りません。あ。ということで、シャカシャカシャカとこの卵を混ぜていくわけなんですけど、急なドアップですね。やめてほしいですね。なんでこのシーンがこんな長いのかわからないですけど、本当に陽気ですね。はい。アイドル目指してるんでしょうか。絶対無理やで。はい。ということで、卵を流しかけます。これはね、白だし入れてると思う、多分。で、なんかね、動画回してるからか知らんけど、普段ね、海苔なんて入れへんのにね、まあちょっとね、見せ方気にしてるんかな。海苔入れちゃってますね。で、まあ、うまいこと負けました。じゃあ、切って、切って中身を見たいと思います。さぞ綺麗に偏ってるー、めちゃ偏ってるやないかーい。それではご飯はよそってます。見えるかな、見にくい、いけてる。ちょっと体重計が見えてるな。体重計とかやらそうか。じゃあ作っていくぜ。さっきの梅干しはもったいないから。でっしゃろ、あやきオリジナルお弁当です。イエーイ。ではいただきたいと思います。一旦閉じようか。一旦閉じよう。よし、できました。日の丸弁当の海苔のだし巻きとタコさんウインナー、赤ウインナーと、あと小松菜の和風あえと、にんにく旨辛炒めの豚肉と、何いろいろ野菜です。いただきます。あ、お箸。今回の動画はお弁当を作ってみたっていう動画でした。日の丸弁当、美味しかったです。それでは今回もご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてありがとう。バイバイ。山口あゆきでした。